こんにちは、山本道場の山本誠司です。さ あ山本道場がお送りするトーク動画、まあいろいろ面白いお話をしていけたらなと思いますが、前回の教え魔についての2でございます。前回はですね、教え魔とはどうなんだと、教え魔の定義とかですね、まあ、妖怪教え魔のことをやりましたが、今回はですね、その妖怪教え魔を見抜く方法とかですね、そして、対処法、これをですね、ちょっとやってみたいと思います。それではいきましょう。はい、それではいきたいと思います。これ妖怪教え魔はですね、パッと見もう分かるパターンと分からないパターンとあります。で、まあ練習場に入ると、まあなんとなく雰囲気でね分かるんですけどね、こう入ってこう目につくところから、もう入り口からちょっとこう何打席ぐらいかな、10打席ぐらいで、左右10打席ぐらいで、いるパターンと、もうちょっと離れたパターンというんですけど、まあちょっとこう何人かでこう話をしている、そのグループでそういう妖怪になっている場合と、一人妖怪と言います。グループの場合は 2,3 人でこう仲良くこうたむろしている場合はですね、まあ、すぐ分かりますね。ちょっと警戒しないといけないのは一人の場合、単独行動の場合が非常に困ります、ね、でもうそれはもう打席はねこういろいろあるんですよ。でその場合、見抜く場合はですね、何を見たらいいかというと、まあ近くに行ってしまうとダメなんで、早く見抜いた方がいいんですね。もう運悪くその人の近くに行ってしまったら、もうすぐ攻撃が来ますから、ね、ですから、その場合はですね、どうやって見抜くかというと、打ってない人、あんまりボールをね打たないで、ちょっと椅子に座ってる、そしてキョロキョロしてる、これ獲物探してるわけですね。で、あんまり反対側っていうか遠くには行かないんです。やっぱそのテリトリーがありますから、まあ、前5打席後ろ5打席ぐらい、もうこれに入らないと、もうよっぽどのことじゃないと、大丈夫ですね。まあこうよっぽど目についてこっちからこう練習だったらこうなってますよね。そしたらこっち側にいて、もう明らかに見えるパターンね、この場合は狙われる場合もありますけれども、1回がやばいですね。1回2回3回で1回がやばいです。だから大体どこの練習場も1回というのは基本的にレッスン禁止してるのかな。まあだから定義としては、大体前5打席後ろ5打席ぐらいです。でそういうパーッといったら、あんまり打ってないな、なんか落ち着いた人やな、キャリーバッグがちょっと古い、そしてボールが出てるけれどもあまり打ってない、ウェッジを重点的に練習してる、これぐらいになるとちょっとやばいですね、はい、年齢はですね、圧倒的に50代以上が多いです。若い教え魔というのはいません。やっぱこうずっと俺も教えたいなっていうその歴がねこういりますからね。それがその前にも言いました通り、年齢が上、社会的立場が上、実力も上になってきたら言いたくなるわけですね。ですからあまり20代30代の若い妖怪はいません。
ですから年齢としては50代以上ということ。そしてやむを得ず、もうそのあれやばいっていうところの席しか空いてなくて、もう打席入ってしまった、これ気にしてはいけません。気にすると来るぞ来るぞ来るぞと思うと全然練習にならない、ひょっとしたら違うかも分かりませんから、ね、ですからもう気にしないで、ね、練習を続けて、そして来た時の対処法というのがはっきりしてればですね、これはもう大丈夫ですから。まず確定しなければいけません。いやこれただ単に親切な人なのか妖怪教え魔なのかね、いうことを確定するためにはまず一番初めの声掛けで決まります。まずダメ出しから入るともうまずダメです。まず妖怪です、ね、ああそんな人ってあかんな、これ関西弁ですけどね、こうしてごらんが先じゃなく、あそんな人ってあかんわ、もうちょっとこうしてみ、そんなんしとったらあかんわ、ダメ出しが先の場合はもう妖怪確定です。例えばですね、私が実際に山本道場でレッスンをする場合、一番初見ではいよろしくお願いしますって言ってやる場合、一番心がけるのが、これ言うたらダメ出ししないです。これ道場生、通っていただいている道場生の方はもう分かると思うんですけど、ダメ出しゼロです。初めも今も最後もで、一番そのフォーカスするのはどういうふうなボールを打ちたいと思っているのか、そのためにどういうふうなことをしようと思っているのかということを聞かないとアドバイスにならないわけですね。ですからダメ出しから入るともう人間反省からしかないですから、もうそうするともうせっかくその何かそのアドバイスしたことがもう全くその効果が出なくなる。私効果が出ないのが実際フェイスとフェイスでも一番へこむんですよね。ですのでダメ出しからはしないんで、まあ、よく被害状況を聞くとダメ出しから入ってということを聞くので、これダメ出しはもう確定ですよ、はい、さて、次は、まあ、そういうことになってしまった場合の断り方、これはもう教え場だってもう分かった場合の断り方、まあ一番標準的なものはですね、やっぱりもう私習ってる人がいるんで、だいたいああそうですか、いうことで半分は引き下がります。でも妖怪教え魔は、教えたいためにその時間で、こう自己顕示欲の優越感をもう味わいたいために妖怪が来ますから、引き下がらない場合、その場合、どれっていう、そしたら、まあ、ほんまに習ってる場合はですね、まあ、どこどこのスクールでとか言ったらいいと思います。でも言うと、もう教える気はもう半減してますから。でも、その妖怪たちは、そんなあかんでとか、いやあれあかんあかん、もう文句言った時点でもう教え魔ですからね。妖怪ね、妖怪ですからもう何を言われても一切もう習う必要はありません。で、大体その習ってる人のあかんでとか悪口言うっていう時点でもうほんまに人としてはどうかと、まあ妖怪ですから、ね、あれですけども、まあもういいです、もう何を言われてもあすいませんご親切にありがとうございますでもいいですって言えばもう大丈夫です。喧嘩になることはないと思いますが、基本的に断ってもいいです。なぜかというと妖怪教え魔は練習場からするといてくれない方がいいなという存在なので、それはもうピシッと断ってもらって大丈夫だと思います。さて、じゃあ今度はですね、
いやそんなつもりじゃないんだけどな。まあちょっとでも人が上手くなるために、ね、一生懸命こんだけ練習してるんだから、ね、自分の経験をほんまにポッと入れたら、ね、上手くなるのにな、なんとかゴルフを好きになってもらいたいっていうつもりでいる人もいます、ね、妖怪じゃないのに妖怪チックになってしまう場合があります。その場合やっぱ困りますよね。ですからそういう人たちが妖怪に見られない方法があります。それをちょっとこれからご紹介しましょう。まずですね、妖怪教え場の定義というのは一番重要なところは、前回の動画でも言いました通り、アドバイスを求められたのかられてないのかということが非常に重要なわけです。ですからアドバイスを求められればいいんです。この時点でも妖怪ではないです。ですから教えたい教えたいアドバイスしたいと思ったら、ちょっとそれを教えてもらえませんとか、ちょっとお伺いしてもよろしいでしょうかというふうな風に持っていく、言われるようなことになればいいかなと思います。はい、それからですね、やっぱりですね、そのためには初見、一番初めに会った時にはですね、こっちからアプローチしないということが大事ですね。アプローチをしてもらうということが大事だと思います。人間というのはアクシデント的にこうパッと向こうから声かけられてなると、ちょっとね、最後これアドバイスがうまくいかなかった時にはーってなるんですよね。ですからもうほんまに一番いいのは、近くで黙々といい球を打ってて、パンパンで前後ろの人がもう手を止めてはーってなる、ね、でそれを見計らって椅子に座るドンと、ね、でこうしてたら、ちょっといいですかってこうなると最高ですよね。その場合もほとんど言うことを聞きたいなというふうに思ってくれてますから、成功する。そして、どんなにうまくいったとしても何かアドバイスをしたいなっていう人はこれを気をつけて守ってください。はい、じゃあ見事教える方になりました、アドバイスお願いします、分かりました、いいですか、こうですよって言って、そしたらちょっと打って説明したくなる時ありますよね。その時は絶対に自分のボールでやってください。これやっぱりその人のボールを打ってしまうと、やっぱり高いところでやっぱ10円前後ありますからね。でやっぱりちょっと離れててもわざわざ自分のボール持って、私を使ってくださいって言われても、いえいえいえって言って自分のボールを打つのがもう一番気持ちがいいですよね。で、気使わないから、まあうまく打てます。でこういうのを守ってれば、まあ本当にこういう関係になってね、いやーよかったよ、教えてもらってよかったよっていうことで、あなたもこう教えてもらったらなんかシングルさんらしいよということで、まあ紹介できた場合はこれはもう教えまではない、よろしくお願いしますということになりますからね。そうするともう妖怪ではないです。こういうことをですね、守っていくと、やっぱりですね、ゴルフを教えるのが、いわゆるティーチングプロ、レッスンプロ、コーチだけではですね、やっぱりそのゴルフというのは広がっていかないと思うんです。上手な人、ね、ちょっと親しい人にちょっと教えてもらう、ちょっと一緒に練習する、研究するということで、やっぱりやっていくということが、これ十分いいかと思いますので、で我々はですね、もう本当に、自分たちの練習だけで100を切って、ね、そしていやもうちょっと飛ぶ方法はないか、もうちょっとうまくいく方法はないかっていうことで、なんかそこをくっとこう、
教えられる立場というか重宝される立場でありたいなと思いますので、いろいろみんなで教え合ったりね、するということは私は全然いいかと思いますので、ただこのような形で、親切心から教え魔扱いされたりとか、ね、本当の妖怪に引っかかってしまってゴルフは嫌になってしまったりというふうにならないように、なったらいいなと思っています。それでは、山本道場初のトーク動画でございましたが、いかがでしたでしょうか。もしよければ、いろんな題材をまたコメント欄に、してくれたらですね、その題材でお話したいと思います。それではご清聴ありがとうございました。山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきましてありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、 Twitter、Instagram もやってますので登録の方よろしくお願いします。やめろ